筋のおすすめ種目、俺が実際やってるね腹筋は2種目しかない。ハンギングレッグレイズとケーブルクランチ。ハンギングレッグレイズというのは懸垂でやっぱり下がって足を上げるレッグレイズはもちろんいいし、こういったね足上げ腹筋台とでもいいのかな、脇を締めて膝を上げる台あるよね、それでやってもいいんだけれども、コツは足を下ろした時にストレッチさせる。ストレッチさせるというポイントで言えばエクササイズボールの上でやるクランチもすごいいいと思う。とにかくね腹筋はストレッチをさせて腹筋と腹筋のイメージね、溝が深くなるようなイメージが俺にはある。まあ別に科学的な根拠はないんだけれども、実際にミロスも言ってたし俺もそう思う。